甘いな。これで上に行こうってか。これからあれか、これが扉のつもりなんだな。今日3歳児検診があるんだけど。は？3歳児検診。3歳児検診、うん、お、やったなぁ。はい、失礼します。3歳児検診、今日赤ちゃんの3歳児検診。ポックンだよ。3歳児検診行くぞ。やった。ポックンよ。はい、お、さて、視力は良好。で、これ何？あ、こういうことをやってくるんだな。そう、そこに書いてあるやつをやってねって。やってねってどういうこと？うん、家でやってきてって。家でやってきて。そうそう。そう、何こんなギリギリになって言うの。まあ、なで、な、な、何、何時に行くの今日？昼、なもんで、1時前にはもう出とかんというか、12時45分ぐらいかな。わかったわかった、やってあげるで、ね、視力検査やってあげるからな。ポックンね。で、これを やって、はい、まあ、行けばいいんだな。そうそうそう。よし、わかった。ポックンあれだよ、目の検査やったらさ、0.5 だったよ。あ、1.5? 0.5。ダメダメ。あの、前病院行ったじゃん、目の病院。うん。別に普通だったよって。うん。よし、じゃあまず目の検査しよう。怖いよ。じゃあまずは、チッパちゃんこっち。こっち見て。パパがこうやってやるから、ね、これどっちってやるだよ。わかった？わかってる。穴が開いた方。やった。穴開いてるでしょ？やった。こう。下って言うよ。下。そう。こっちもね。こっちのチパちゃん、チパちゃんね。チパちゃんはね、まだ。こっちは。じゃない。分からんでしょ。こっちはこうやってね。こうやってね。分かった？分かったよ。本当に分かった？本当に分かった。本当に分かった？よし。本当にママ分かったよ。はい。じゃあ僕ね。これどっち？できとるじゃん。じゃあ下だよ。じゃあこれは下。下。下じゃない、これ横。横。そうそう。じゃあやり方ってこれでいいの？でも一応できとる。実は違うんだよ。何でき？実は違う。あのその表があるじゃん。あの視力検査するときにそういうのあるでしょう。名車行くと。ああ、これを親がこっちで子供はそっちか。ポックンはこれを持ってどっちが空いてる？早く言いなさいそれを。ポックンじゃあ俺がこっちっつったらポックンがこれ持ってこっちってやるんだな。そうそう。じゃあ、はい、ただあの向きを変えるときにポックンに見せないように向きを変える。じゃあポックン、それとね、そう、同じ位置ね。同じ位置いくよ。じゃあこっち、同じ向き。パパを見て、パパの、パパが持ってるのはどっち向き？こっち。そう、じゃあ、次はこっちは、あ、こっち。そう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 。じゃあ次ね、次、じゃあ真似すればいいよ。で、おお、できとる、できとるじゃん。すごいじゃん。できとるぞ、できとるぞ。で、こっちはどうなの？こっち。そう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 、いいじゃんいいじゃん。よし、今度はね、このこれいくよ。レベル99。座って、ポックン座って、座って。難しいね。そう、頑張るよ。じゃあこっちは、こっちはあった。ポックンこっち見て。そう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 、見えとるね、見えとるね、見えとる見えとる。今日楽勝だぞこんなん。ポックン、ママがこうやって指こすりするから、うん、で耳の近くでやるから聞こえたら「はい」って手を挙げてくれる？うん、よし頑張れよ。分かったかな？いいよ。うん？聞こえてない？はい、うん、もう一回やるね。はい、はい、はい。ママの方見なくて、まっすぐ前見てて。パパの方見て。いい？いいよ。ちゃんと
ちゃんとパパの方見ててね。よし、やってみ。聞こえる方に手を挙げて、はい。まだやってないよ。もう一回今からし。聞こえたのね、そっち向いたってこと。聞こえた？聞こえたならはいって手あげなきゃいけないよ。もう一回、もう一回。はい、じゃあもう一回あるね。聞こえたら、音が聞こえたら手あげて、はい、はい、よし、やって。向いちゃうか、向いちゃうか、はい。まっすぐ前見てて、パパの方見てて、ね、パパの方を向いて。ちゃんと座って、ちゃんと座ってくださいな、いいかな。これ昼からそれやらんでくるね、はい、まだやってないよ、はい、いいかな、いいかよ、ちゃんと座ってくださいね、はい、座って座って、ちょ、聞こえた、いいじゃん、聞こえてた、はい、じゃあ行くよ、ぼっくん、あ、そこはダメだよ、横に折って、横、いい、そこでいいよ、もう、はい、じゃあこれ何、キリン。あれ？じゃあこれ。お風呂。これは？馬。これは？飲み物。じゃあもう一回いくよ。これ。馬。じゃあこれは？お風呂。じゃあこいつは？そう、飲み物。ようできたじゃん、できるじゃん、できるじゃん。こいつは牛、馬、馬、こいつは馬、これはこれは飲み物、ジュースでもいいよ、ジュース、そう、馬、よしよし、クリア、よし、じゃあ頑張れよ、ご飯食べたら行くぞな、行くぞってパパはいけんけど、行ってらっしゃいじゃないかで、ね、行ってらっしゃい、行ってきますだよ、行ってきますで、チッパちゃん留守番だぞ、もう寝るの、チッパちゃんは、よし、ポくん、さっきやったことをそのままやってくればいいんだからな、ポくん聞いとる、聞いたよ、ね、牛を、馬を牛って言っちゃいかんよ、馬だからね、馬、そう、馬、分かったね、チパちゃんはね、お昼寝の時間だ。はい。くつね、これ見てない。チパちゃん、チパちゃん何やってる？チパちゃんは行かないよ。チパちゃんは行かないよ。あなた、あなたパパと一緒に寝るんだよ。はい。はい、行ってらっしゃい。はい。はい。痛い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 。天神掴むな。痛い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 。天神掴んじゃいかない。天神もダメだよ。痛い痛い。はい。ねんねんころりんするよ。兄ちゃんはね、勉強会だから。ね、チッパちゃんもあと2年して行くだよ、自分、兄ちゃん来年保育園だしね、あ、ごめんごめん、エプロン取ってね、はい、寝るよ、はい、おかえり、さてさて、どうだったかな、よし、よし、じゃあとりあえずこっちおいで、あ、パパ、やっぱりよかったね、落ち着きがないもんでさ、耳の検査がさ、うまくできなかった、ああ落ち着きがない、そうな、昔の俺みたいだな、違う、落ち着きがないもんでさ、先生がさ、絵見せてパン屋さんはどことか聞いてもさ、うん、お茶、本屋さんと別のをさしても分かってるはずなのに、うん、あーだもんね、あれちょっと検査ができないねって話になり、うん、病気とは言われてないんだな、うん、うん、で、家で12月ぐらいまでに検査ができればいいんだけどって言われたんだけど、でも下の子もいるから難しいよねっていう話になって、紹介状を出されました、病院の耳鼻科の、別に耳は悪いわけじゃないけど、耳の検査ができんかったからちょっと行ってくれってね、そうそう、うん、だから行かなきゃいけない、耳鼻科、なるほどね、目はいいよな、目だって目は知っとるもん、うん、パックン、パパと同じ落ち着きがないんだって、うん、あとあれ、パックン、パコ、パコ、あれ、ポックンが
夜起きてくるじゃん、うん、あの話もして、うん、そうしたらまあ、成長の過程っていうのはまあ前から言われてたけど、多分不安になって隣にママがいないとかそういう風になってるから、不安になってるから、うん、すぐに寝かしつけるんじゃなくて、じゃあここにいるからね、じゃあ隣にいるよとか下にいるよって言って一回落ち着かせて、それでそばで寝るようだったらそれで寝かせても全然大丈夫。いやそれやっとるけどね、うん、やっとるけどでもどっちにしてもまた保育園入るようになるとまたそれがひどくなるパターンもあるから、うん、そこからまた落ち着いてくればもうだんだんと寝るようになってくるんじゃないですかね。なるほどね。一応心理師の人も自分の子供がそうだったからそんな感じの話をしてたけど、ポッくんと同じってこと、うん、なるほど。そうかそうか、やっぱし落ち着きなかったか。まあ、いやまあこれで友達とかいっぱいおればまた変わってくるよ。今一人だもんね、好奇心が高いと思うよ。子育て支援センターとかそういうとこに連れてって遊ばしてで、ね、そうだな、色も赤と青は分かったんだけど、緑を見て多分信号の線もあるかもしれないけど緑を青って言ったから、一応3歳になると赤黄色青の区別がつくようにはなるんですけどって言われたから、折り紙とかで遊んでますかって言われたけど、折り紙はやってないな。チュッパちゃんもおるし、クレヨンも前はやってたけどチュッパちゃんもなのでできるので、折り紙とかそういう実生活でなんかやった方がいいって、ハンバーグとかも大きい小さいも言葉で言えとってもどっちが大きいって聞いても言えてないからさ、だから例えばハンバーグ作ってどっちが大きいとか言ってそういう風にやって覚えさせていくのがいいですよって。なるほど。まあ多分ね、保育園から一気に覚えるでいいよ、うん、まあ一応それまでちょっと教えてあげるかいろいろ。そうそう、保育園入るまでに一応覚えれるといいです。覚えれれるといいってことだな、うんうん、まあ大丈夫大丈夫。よし、今日からみっちり勉強だぞ。お弁当楽しくな。これ何色？この色何かわかる？これクレーンじゃなくて色。いや。青？青ね。じゃあ何色これ？青。青、緑色だよこれ。ないよ。あ。ないよ。ビデオから見たら青っぽいけど実際これ緑色。緑。ない。じゃあこれは？消防車。消防車あとで色。色。赤い色。ないよ。じゃあこれは？赤いよ。そうそうそう。覚えるよ、覚えよ早いよ。覚え早いでいいよ。よし、頑張るぞ今日からな。